苗がね、なんか根付いちゃって生えてきちゃった勝手に、うん、一切アケビだと全ての節から花が咲く。ほら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 、すごいでしょ、うん、どうしましょうっつぐらい、どうしましょう、あれがメスだ、あの紫色の、そう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 、メス一つのあれからこう伸びてきて、先端がオスで、途中から出てあのでっかいのがメス。でアケビっていうのは自分のオスとメスでは交配しませんから。なるほど。いくら咲いてもなりません。別の木のオスメスだったら OK なんです。例えば同じ木から作った、挿し木で作った、ダメ、もうダメ、兄弟はダメ、兄弟もダメなんだ。だからこれは一歳アケビで、ちょっと花の色が薄いんですけど葉っぱも小さいのね、うん、白アケビと紫のアケビがあって、それ分かりやすいんで、それと白と紫を交配するのが一番簡単かな。なるほど。花の色がね、花の色か、うん、絶対間違いないから。あと山のアケビを取ってくるとね、これは五つ葉って言って葉っぱが5つに分かれてるけど、うん、あの三つ葉アケビっていうのは野生にいくらでもあるんで、これが紫、これはこれね、種からやったやつなんで、すっごく古い木なんですけど、はい、今年初めて花が咲いた。多分10年ぐらい経ってる。種からやると発芽率はいいんですけど、うん、咲かない、うん、うーんとつる症なんで伸びないと咲かないのね。盆栽にしとくのはね大変なんですけど、すぐ咲く種類が一歳アケビって言って、あれがそうですけど、挿し木して、これで挿し木でね、白アケビこれで2年、2年で花来ます。あ、じゃあ結構太い枝も挿し木で出せるってことですね。そうです、これは太い枝挿してますね。だからこっちの白アケビでいうところのこの辺切って刺せば、あのつる症の植物は挿し木がものすごいつきやすいので、藤とかアケビとかそういった類のものね、美男カズラもすごいつくんだよね。だから、なるほど、なんで太いとこでもつきますし、こういうところで取り木かける人はここで取り木かけて、座っていうの最初からこうこうなるようにね、ここじゃなくてここで取り、そうすると面白い形のができる、まあ、刺しても出るけどね、ここで切って刺しても出ますよ、元気よかったら。問題はね、実がつかないと面白くないじゃないですか。花は綺麗に咲いてますよね、うん、でこれはオス花、オス花、はい、花粉がいっぱい出てます今、わかるかな、オス花、はい、これがメス花、大きいやつですね。大きいです。これは先端に花粉じゃなくてね、ネバネバしてるね、樹液のようなのがついてるんですよ、このこうなってるところに、はいはい、これで見るとはっきりわかるかな。メスはこういう形です、うんうん、中、はい、これはもう交配してあるんで膨らんできてるんです、もう実が、もうすぐこれ落ちます。本当だ、落ちてもいいのね。これがアケビの実になる部分 でそう、あと1ヶ月もすればだいぶ大きくなってると思いますよ。ちなみにこの交配はいつとかあるんですか。咲いた時え、今頃ですよ。今頃に交配させる、そう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 。で、実際にやってみると分かるんですけど、だから白を、これとこれは兄弟ですから、この白をここにつけてもダメなのね、はい、で自分のもダメ、うん、あるとこっちのこれはその木はいはい、はい、さっきの挿し木です。挿してね、2年生、こんだけ花つくんですよ。これでなるんですよ。いいですね。実もちっちゃいんです、これは。で、やってみるのに、これがまだね、花粉が出てるか、あ、出てるかな、ここのオス花が、はい、ここに粉が出てれば OK なんだけど、ちょっと難しいかな。もし出てなかったら別のやつでやるしかないな。こう取ります、取ります、はい、取ります。オス花です。オス花を、そしてこっちのメスにこれを開いてね、こう開いておいて、あんまり出てないね。わかるかな、色変わってくの、受粉、ほらほらほら、紫色になってきたでしょ。先木がね、ネタネタしてるんで、これね、まだね、あれです。一番簡単なのはこれ取ってくるんです色変わったのわかります。先端、うん、先端があれになってきたでしょ、うん、粉が多い時はね、
っていうか花粉が多い時は一発でできるんですけど、雨降った後はね、あんまり。これでもう終わり。こんだけついてればもう絶対 OK です。なるほど。これをすると実ができて、そう、これが、これがね、多分ね、3日4日前に交配したやつなんですけどね、わーっと大きくなって、この花びらなくなって、こっちは終わっちゃうから。で、白花の花粉はすごく分かりやすいんですよね、真っ白で。だけどつかないからな。これはもうほら取っちゃったから関係ないけど、うん、白はこうですね、真っ白になるはず。粉っぽくなったのが、うんうん、ほらこういう状態。アップじゃないと分からない。これがね、そう難しいんだよ、これ取るの。こういうふうに交配するんですよ。野生ではね、なんとかできるみたいだけど、盆栽の場合ここまでやんないと確実性がない、うん、風で飛んでいくんですかね、自然だと。多分ね、風で飛んでいくのかな、分からないですけどね。確率が、うん、そうだよね、分かんないんだけど。これはもうでも完全に紫になってるから、うん、もうこれは絶対実になるんですよ。なるほど。あけびはやっぱりなんないと面白くないからね。花見たって花も可愛いけどね。で、白あけびは花がつきやすい、はい、で、一歳あけびならすぐ咲くのでちょうどいいんだけどね。ただ野生のあけび刺してどうかな、つるだからね、うん、太いところが出ればね、割と早くいくかもしれないね。大物のやつは野生の山鳥かもしれない。白だとほらすぐこういう風に花が来るから、これは他の木でもその交配するような木は同じやり方でできるってことですか？手でやるのはアケビぐらいで、あとは、まず梅もどきはお杉を隣に置いとけばなります、はい、へで、真弓も隣に置いとけばなります。へ、手でやるほど花が大きくないんです。すごいちっちゃいから。あ、なるほど、うん、で、柿も牢屋柿も隣に置いとけばなります、ほとんどなります。だけどアケビだけは意外と難しいというか、そんなにアケビばっかり持ってる人いないし、うん、そうですね、確実性を持ってやった方がいいね。リンゴとカイドウも隣に置いとけば大体なる。ああ、そうですか。なります。雨に当てないようにする。雨に当てなければ大丈夫です。花粉が落ちちゃうんですかね。そうそうそう、花粉がどっか行っちゃうんですよね。手でやるのは、うちはまあ、アケビだけかな、うん、あとやってないよね、あんまりね。例えば、すごいちっちゃい豆盆栽のリンゴを作ったとして、はい、花が1輪しか咲かなかったと、うん、だから確実性を持ってやるなら、カイドウの花の花粉をこう、花と花をこうちょんちょんするだけ、うんうんうん、今みたいに取らないで、簡単なのはあっちで、はい。何しろ豆盆栽の場合、花が咲くのがほら1、2輪ってことが結構ありますので、ね、これがカイドウです。カイドウ今咲いてますよね、うん、で、これが花粉ですけど、こっちがリンゴです。これはリンゴだから、花と花をこう、こうやるのこうやれば確実だから。オスメスはそのあれなんですね。ないですよ、オスメスは。ただリンゴはカイドウがないとならないんだよね。この先端にめしべが飛び出てるのが見えますか、はいはい、って そこに別の木の、うん、カイドウですね。カイドウじゃなきゃダメ。リンゴ同士はダメです。そう、こうやってやるんだ。なんでこうやってそばに置いといて、気がついたらちょん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 ってやってる。そうするとリンゴができるわけですね。そうですね。カイドウはほっといたってなりますか。あ、これはいい。なるほど。リンゴはそれをやんないけどね。あと交配でちょっと変わって、紫式部はほっといたってなるし、これがあれだよ、コナラの花、オス花なんです。これがピューって伸びてね、こうぶら下がるんですよ、オス花が。今まだ長くない。メスは葉っぱが開いたらそのど真ん中にあるんです。全然形が違うの。ちなみにこれもやっぱ同じ木はダメ。うん、オスメスない木は2本ないとならないっていうのが結構定番ですよね、うん、同じ時に巻いた種でもできるんですか。あ、そう、未生は平気です。未生は大丈夫。全く別の個体だから、
多分 DNA 違うし、なるほど同じ葉っぱ出ないし、これがオスメスが一つの木で咲くやつでしょ、はい、あと美男カズラがそうです。美男カズラもオスとメスが一つの木で咲くけれども、うん、自家受粉はしません。だから2本ないと、うん、まあ一番簡単なのは真由美と梅ほどきはほっといてもなりますが、じゃあ2本買っといた方がいいんですかね。でも同じとこで買わない方がいいのか。うん、全然違う葉っぱのものを買わないとなるほど、ダメですよ。なるだけ、あとはあの仲間で持ってる人がいたらね、あ、うん、預けるとか隣に置いといてもらうとか。なるほど。美男カズラはね、なるうちはなるし、ならないうちがあるんだよな。うちなんかほっといてもなるんだよね。そこの生垣が美男カズラなんで、はいはい、飛んでくる。美男カズラは朝の朝一で交配しないといけないとかいろんな説があるんだけど、それは本当じゃないと思う。なるほど。なのはあのあれですよ。まあまあ、後輩はそんなもんですよ、はい、これはメスだと思ったオスだったんだね。こういうことがあるから、ほら一つだけ大きいでしょ花が、うん、ほら、はい、ね、あ、これメスだと思って開いたらオスなんです。オスに戻ることがあるから、これがメスないでしょ。メスない、これもメスないです。メスがないとなんないですよ。実がならないですもんね。はい、これはもう切っちゃうしかない、うん、伸ばしとくとよくのことない。メスでもオスでも両方見られます。そんなわけで、そんなわけで後輩で、後輩を教えてもらいます。あ俺で締めても。次は何ですか、次回予告は。次回予告なんでしょうね。次何でしたっけ、何やります。次、あーめちゃくちゃな木、これ分けようか。ここに植え替えなくちゃいけない木が溜まってるんで、だけどどうかな。これほら、こう誰かがここに挿し木したんだ。イチョウ挿して、イチョウもみじんにイチョウがね、え これギリギリだからこれ分けちゃおうって言ってたんだ。なるほど。これは大河君のお役目です。これは大河さん、これは大河君。あと草かなって言ってたの。うち結構草が多いね。見たいっす。小金石だって言ってたんですよね。うん、でも切るだけだから、ね、うん、そうなんですよね。前切って草ね、分けるっていうことなんですよ。要するにね、次回草ということで、次回草。はい、ありがとうございます。これなんか面白いことできるんだけど、これをいかに小さくするか。だけど次回だよね、次回だと、うん、植え替えてってことですか。植え替えるっていうよりすごいことになる。あ、すごいことになる。やってみましょうか。これ面白いかもしれない、はい、輪切りにするんです。輪切り。手織り番組ですね。こんにちは。こんにちは。はい、もう今日5時でお疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら、あれ。いい T シャツをお持ちで、盆栽Qのオリジナル T シャツを、はい、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約してこれを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいはい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます、はい。